なら自慢チャンネル。さあ、今週はね、そのボリューミーなデカ盛りを紹介してきましたが、最終日は僕らがよく行く、まあデカ盛りではないんですが、ビッグサイズの食べ物、おっきい食べ物、もう女性ならこうそれ食べるだけでお腹いっぱいになるかもしれないぐらいの一品を紹介しようと。今回はね、僕ら全員で食べてますんでね、それをちょっと見ていただきたいなと。あのお店は近鉄奈良駅のところにある一括と大和骨付鳥一括っていうお店なんですよ。これあの大宮にも新大宮にもあるんですけど、新大宮と近鉄奈良駅と2店舗あるんですが、僕らがよく行くのはこの近鉄奈良駅のところ、ビルになってまして、エレベーター乗って上がっていくっていう。今回はこういう時なんで、ちょっとテイクアウト、もう実は居酒屋さんを時短してるんで、ちょっとテイクアウトして持って帰ってるんですけど、何がいいかって言ったらね、この骨付き鳥がめちゃくちゃ美味しいんですよ。親鳥とひな鳥に分かれてまして、もうひな鳥の方はもう本当に柔らかい、女性やお子様にもってこいの柔らかさで、お酒飲みのおやすさん、おやすさんには親鳥、この歯ごたえがいいんですよ。まあ汚いこと言いますけど、このくちゃくちゃしながらこうね、下品な感じで飲むのが一番美味しい。まあどういう調理法かって言ったらね、高温のオーブンでブワーッと焼いてくれてる、じっくり焼いてくれてる、これめちゃくちゃ美味しい。もともとの出元は香川県いっつるさんというお店があるんですよ。いっつるというお店、これは県民賞とかでも取り上げられてるんですけど、そこでこれ美味しいなってここのオーナーが思って奈良でもやり出したっていう風に言われてますんで、ぜひよかったら奈良来た時はこの部位見た後頼みに行ってみてください。そう、近鉄奈良駅にやってきました。あの大和骨付鳥、これテイクアウトできるんで、テイクアウトしてまたみんなで食べてみようと思うんです。すごいよ。すごい。いや、なんかめっちゃごちそうやな、これ。これね、まあもう後で食べましょう、もう早速ね。ああ、これちょっと楽しみですね。テイクアウトもできちゃうんで、食べましょう。帰ろう、もう。帰ると、帰ると。これほんま言うてたやつよ。ね、みんなはこれ知ってますよね。もちろん知ってるわ。これほんま親鳥とひな鳥でこれね、硬さが違うかったりするんで、はい、大体1人1個食べるやんか、ね、俺ら、うん、なんなら 2匹食べる時あるやんか、うん、そう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 、うん、これ食べよう、うん、みんなも食べたことある、食べ応えがほんまあんのよ。多分ちょっとね、食べる前にちょっと一つあれなんですけど、えマツケンが一番思い入れあるんじゃ、この一括で言うたら毎回ちょっとお酒飲んで、まあ僕らでね、メンツでお酒飲んで、はい、飲むときあります。そうそう、酒深まってきたら、うん、必ずと言ってよで行くでしょ、一括行くね、足らんねやと、俺は行く、そんなあんたが言い出しっぺになるのよ、それ結局あ、そう、まあこれ審議ですが、まあ、食べましょうでも、やっぱりそれは行こうか、ほんならもうせっかくですからね、あったかいうちに。これならほら種類がちょっと違うの分かるでしょ。親とひな鳥と、ああまあまあ書いてあるね。ね、ああほんまやほんまや、あ見た目が違うやん、ね、もうちょっと違うでしょ、うん、違い分からん、俺全然分からん、マジで言ってる、ほんまも違う、見た目だけではほんまよく、あほらやっぱりめっちゃ言ってめっちゃ見てるから、ええわ、ほらちょっと酔ってるテンションになってきてる、ってええわこれ見て裏側もほら、うわーこれめっちゃうまいんじゃん。いただきます。いっちゃってうわ、かぶりついた、うまっ、すごいわこれ、うまっ。あ、大ちゃんも行きますか。いいっすか。これで親でしょ。はい、親ね、はい、わ、うわ、もうこれもまた親もいいな。ちゃんとね、カット入ってるんですよね、うん、ほんでね、このジューシーな感じ、うん、いただきまーす。昨日聞いたね、コメント、うん、うん、すごい歯ごたえ、うん、あ、コリコリ言うてる。あ、そうな、うん、軟骨的な、めちゃめちゃうまい。いただきますね。じゃあ、日の前のももらっとくわ。あ、うん、
むしゃぶりついてるなこれ。すごいよ。どうでした？結構もう今週は全部デカ盛り巡りで行ってきましたけど。正直言っていいですか？はい。これ毎週でええんちゃう？めちゃくちゃ美味しい。いとき、ダイエット企画めっちゃ厳しいやつするよ。まあでも、まだこれ機会があれば、こういうデカ盛りもチャレンジしていきたいなと思っておりますんで。皆さんもね、気になるお店あったらぜひ行ってください。そうね。はい。ぜひぜひ、どんどん発信していきますんでね、こっちもね。ということで、また来週、お会いしましょう。うまい。